どういう時に音が鳴るかっていうと、咳払い、うん、ちょっと咳払い鳴らしてみましょうか。でこれをちょっと長く伸ばしてみましょう。二人とも上手ですね。これあの冒頭で述べたですね、クラシックの声楽ばっかりやってきたおばちゃんはね、これできないんですよ。喉がもう閉まんなくなっちゃってる。やってください。綺麗。いやあのもっとこうダミ声で、なんか何度もやり取りするとなんか変な気持ちになってくるんですね。俺は何をやらしてるんだろうみたいな。声帯を鳴らすのにはそもそも喉をちょっと締める機能が必要になる。口訳機能って言われてるものなんですけど、それをさらに強くやると下声帯も近づいてって初めて音が鳴るんですね。つまり咳払い、異物を排出するためには喉を下声帯が近づいてってこういう風に音が鳴るぐらいでこう震えるぐらいじゃないと働かないって。